まず店名がペットサロンハグっていう名前で付けさせていただいて、で、まあ、ハグっていうのがその抱きしめるっていう意味だったので、やっぱりこういうペットサロンの役割を考えた時に、あのただワンちゃんをきれいにして終わりのお店ではなくて、どちらかというと飼い主さんがその飼ってるワンちゃんをどうやったらやっぱりもっと可愛く感じてくれて楽しく過ごせるかって考えた時に、やっぱりその相談に乗って一緒になんかこうもっと飼いやすくしたりとか、あとやっぱりこう綺麗にしてそれを喜んでもらうっていうのがいいなと思ってたんですね。なのでなるべくこうお客さんがここに座って、で本当どういうふうにカットしたいかとか、普段どういうふうにあの飼っててどういうこと困ってるとかっていうのをちょっといろいろ聞いて、でそれをまあ一つずつちょっとお役に立てればっていう思いでやってましたね。上手、お利口さん。もう全然問題ないね、汚れないね、いい顔してるね。よいしょ、ごめんね。犬種によってはちょっと強気な犬種がいたりするので、初めて預かっている時とかはすごい緊張しますね。やっぱり結構噛まれるってことも少なくないので、結構最初のやっぱり仕草はすごい見ますね。足裏の毛って伸びてくると、結構フローリングが滑っちゃうんですね。今こうやってあの毛が肉球にかぶってる感じなので、これはもう本当滑り止めなんですよ。なのでこれ毛がかぶってくると毛って滑っちゃうので、結構あのぶつかっちゃったりとか関節おかしくなっちゃうことあるので、これはなるべくスキー取ってあげるんですね。なのでまずはカットの前にもここを左側ですっきり肉球周りの毛ですね、ね、分かるよ、ありがとう。バリカンはそうですね、毛の流れに沿って入れてあげるっていうのがまあ基本的になってますね。まあ、なんで逆添いで入れないかっていうと、あの、まあ、もちろんバリカンって長さがあればあるほど刺激が少ないんですけども、あの長かったとしても逆添いだと毛ってこう生えてるのにそれを逆らう感じになっちゃうので、やっぱりこう肌にダメージが出てしまうことがあるんですね。なのでもう本当にこれは必ずもう毛の向きに沿って入れていくっていうのがやっぱり大前提になってまして、だともう一個理由があるのが、あの毛の向きにあのずれてしまうと長さがまばらになってしまうんですね。この向きに沿ってこう落としていくような感じで横は入れてあげて、後ろはもうまっすぐでいいんです。後ろパーッと入れたら横はちょっとこう落としていってあげて、こうやって入れてあげるとすごい綺麗に長さが揃うんですね。よし、でここからハサミですね。バリカンだけではどうしてもやっぱり綺麗な形にならないので、ここからハサミで仕上げていくんですね。よいしょ、とあの長さっていうだけじゃなくて形を作っていくんですね。ハサミでここの上のところをすっきり取って、下の方をギュッと削っていくとすごい引き締まったような見た目になっていくので、なのでしっかりとこう削っていってあげて、ちょっとハサミでだけで、すごいシルエットがやっぱり変わっていきますね。全部バリカンで仕上げてしまえば、まあ、ある程度やっぱり時間は短縮できるんですけども、この独特なこのシルエットはやっぱりハサミじゃないと作り出せないので、もう右と左のこの違いを一回、あれか、結構後ろから見ただけでも結構ね、ハサミ入れる前と後ではもう全然やっぱり揃った感じが違うと思うので、結構あのメールで問い合わせいただいたりとか、なのであのなんかちょっとどういうシャンプー使ったらいいですかとか、フードも今あのこうやって毛が薄くなってきたんですけども、どういったものあげたらいいですかっていうような問い合わせはあのもらうことがあるので、なのでトリミングにいらっしゃった時にちょっとこうやって体見ながら、ここ脱毛してるからとか、あとあのやっぱり毛がちょっとかさついてるからこういったシャンプーとかフードいいですよっていうようなお話をさせていただいたりとかはしてますね。でやっぱりこうワクチンというかそういう病気のこともなかなか知らない方多いし、飼い方も分かんない方が多いので、なのでこういう仕事やりながらちょっとそういったあのなんか相談とか
受けていこうって思ってたんですね。なので今までもずっとホームセンターであの商品いろんなの取り扱いながら相談を受けてたので、うん、なので大体商品のこととか聞かれれば分かるので、うん、いろいろご相談いただいて、でそれに対していろいろとアドバイスしていくような感じですね今も、うん、やっぱりそうやって犬好きでずっと本当子どもの時から犬を飼ってて、で結局亡くなった原因がそうやって予防できたはずの病気を予防できずに亡くしてしまったっていうのがあったのと、あとやっぱり大学行ったんですけども、あの卒業論文書いた時にペット業界についてのあの論文を書いてたんですね。でいろいろ資料調べてるうちにあの保健所の資料が出てきて、でそれを見た時にもうものすごい数をあのその当時はちょっと殺処分してて、でやっぱりこうその原因はやっぱりあの飼い主側のやっぱり知識が足りなくって、あの野良犬野良猫が子供ポンポン産んででも世話できなくって殺すしかないみたいな感じだったりとかでやっぱり問題になってたんですよね。でも今本当にあの年間2万匹とかに多分今もう本当10分のいや20分の1か当時のもうぐらいまで減ってて、で宮城は結構頑張ってる地域だったりするんですよ。なのでそうやってやっぱりなんかちょっとそういうワンちゃんとか猫ちゃんに興味ある方が少しずつ活動してったおかげだと思うので、うん、決定打はそこでしたね。卒業論文で本当にああ日本ってそんなにひどい国なんだと思って、あの現場で働こうって思ったのがもう決定打でしたね。うん、あ本当育て方一つで全然性格違ったりするので、もうなんか成長した姿を見るだけで楽しいですよね。その個性が見えるというか、こう綺麗にしたい思いがあって多分来られると思うので、本当にうちもそれは責任持ってやらせてもらいますし、それ以外でもなんか普段やっぱりお家でなんか困ってるしつけの仕方とか、どういうご飯あげたらいいかとか、あとは本当にお家で洗いたいんだけどもどういうふうに洗っていいか分かんない、何を使ったらいいか分かんないっていうことも含めてあの相談してもらえればと思うので、もう何でも聞いてください。